皆さんこんこにちは、えー、テレビ東京ニューヨーヨク支局の滝沢です、えー、今月開催されました世界最大級のデジタル技術の見本市 CES に我々取材に行ってきたんですが、えー、今日はその現場で見つけた非常にユニークな世界の技術製品サービスこれ紹介していきたいと思います。 特にですね田口さん、これ強い存在感を発揮していたのが、はい、韓国企業でですすよね、はい、そうなんです、えー、CS の出店企業数、えー、トータルで4300社以上あったんですけれども、はいえー、そのうちですね韓国メディアによりますと、うん、およそ800社が韓国企業だったということで、うん、まあ単純計算で全体の2割に、ね、迫る出店企業,、ねはい、業4300社というお話しましたけれども、はいえー、スタートアップ、これ過去最高ということなんですが1400社以上が出店をしました。はい えそしてですね初出店まあ初めてこの C.S. の場にブースを出すという企業も八百社およそ八百社あったということなんですね。うんえー、来場者数でいくとですね十三、うん、万五千人以上が今年は駆けつけました。うん、これ、はいえー、去年から二万人ぐらい増えているんですけれども、そ,そんなに増えたんですよね。そうなんですね、うんでえー。もちろん。 アメリカだけでなく150の国と地域からえ来場者の方集まっているということでそれだけこの CS の場に来ればこの世界中の人々の反応をまあ探れると、うん、この国ではこういったえ戦略がいけるんじゃないかというの,はそのマーケティング面でも、うん CS に出ることというのは非常にメリットが大きいんだということをどの企業の方もお話ししてましたよね、うんまあ、それだけにとにかくあの年の初め今年のトレンドが分かるというのがこの CS の特徴なんですけれども、まあ、我々テレ東ビズスもですね日本にはちょっとなじみがないような世界各国のスタートアップのユニークな技術を取材してきま,した、はい、でまずはですねヘルステックの分野このテクノロジーで健康課題を解決しようというこのヘルステック、まあ、これは今年もね一大トレンドの一つでしたけれども。 この分野からです、ね、この歩行を補助する装置を開発した韓国の企業を取材していますのでまずはこちらの VTR をご覧くださいこちらはです、ね、韓国の会社さんで歩行を補助するデバイスを開発している企業ということでちょうど今年2024年から実用化されるということでちょっと体験させてもらおうと思いますよろししくお願いします。 はいはい、腰にですね、はい、あすみま,ません、3人がか,かりで、はい、はい,はい、はい、はい、ちょっと腰の部分をタイトにします、はい、今腰の部分にこういった形で、はい、重さは1 6キロぐらいなんです、はい、重さ1 6キロ非常にまあ軽いというか、そんなに重い感じはしないです、ねはい。そして この太ももあたりに、こういった形で巻きつけて、今こういった状態に。なってますちっとちっと。はい。はい、で、ここで今ス、えー、スタ、ええ、イッチを入れました。はい。はい。顔げ、ライト、は、あの、一番目のアシストモード。アシストモード。はい。ええ。ちょっと、歩いて。歩いて、じゃ、あ、これで今歩いてみたいと思います。こういう。ます。 ああ、すごいなんかですねこうああんというかこの後ろからこう押されるような感じでですね非常に歩きやすいですねこの重さもあんまり感じないのでああんかスタスタこう歩ける感じがええー、しますねああ はいえー、今ご覧いただきましたようにです、ねえー、当初のターゲットとしてはこの、まあ、お年寄りの方であるとかちょっとリハビリ中の方みたいなところを想定をしていまして、うん、やはりその病院であるとか老人ホームみたいなところからのニーズというのはあの十分来ているということなんですがです、ねうん、加えてです、ね、の若者からも姿勢をよくしたいみたいなモチベーションで。 えー、この装置へのニーズが結構あるということで、うん、そこはまあ嬉しいサプライズだったというようなことを話ししておられました、はいまあ、この We ロボティクスは韓国のまさにスタートアップだったんですけれども、はい、まあちょっと先ほどもねうん、うん、話ありましたけれどもこの韓国勢の勢いというのがです、ねはい、私も CS3 年連続で取材していますけれども、はい、まあ年々強まっているなという印象ですよね。一般公開の前日メディアデーという、まあ、記者会見が行われますけれども LG、うんうん、サムスンヒュンダイそしてキア 韓国企業の記者会見こう、結構立ち見が出るほどでしたよね,ね続けざまにこうスケジュール組まれていまして特にサムスンなんかはもう本当に会場をする30分前ぐらいから行列ができて、うんえー、会場も立ち見でというなんか注目度の高さというのは非常に伺えました先ほどもあのお伝えしましたけれども4300社以上の出店企業のうち2割近くの,この800社が、まあ、韓国企業ということで。 スタートアップも多かったですねうん、まあ、あのスタートアップがですね多く集まる部あの一角があるんですけれども、まあ、ここを歩いていてもですね韓国パビリオンのこの占有スペース、うん、非常に大きさ目立ちましたよねうんそうなんですよねあの。話聞きますとですねこのソウル市であるとか政府系の公社であるとか5つのパブリックセクターがこの出店を強力にバックアップしているということで、えーまあ、団体ごとにこうブースがエリアが分かれていて、まあ、それだけこう 幅広く展開しているという感じだったんですけれども、うん、そのうちです、ね、今回そのソウル市の出展団体の関係者の方にお話を伺えたんですけれども、えー、特徴としてこう大学が参加しているというのも特徴で、うん、8つのトップ大学がです、ね、大学としてこのブースを出してで学生をこれ100人近くと言ってましたけれどもボランティアのような形で送り込んで。 まあ経験を積ませるっていうことこですよね、うんまあ、それだけ産学連携というのが、ねうん、実際に形になって,るっていとるということなんででしょうねでこのソウルの強み他と比べての強み何なのかという話を聞くとです、ね、スタートアップのエコシステムがあの確立されていることなんだということを話していました、まあ、新しい企業が生まれて、うん、まあそれをサポートするコミュニティというのもすでにできていてそこからイノベーションが生まれるというこの好循環がこのソウルに根付いていて。 まあここはあの東京やシンガポールには負けないよということで、うん、非常に自信を持っていたのは印象的でした、ね、まあとはいえ、もちろん数が多いということはそれだけ可能性があるスタートアップも多いわけですけれどもまあ出展者が多ければ別にいいのかというとまあそういったわけではないと思うんですよね。まあ、あの韓国に限った話ではありませんけれどもまあ CS 歩いているとブースはあっても人がいなかったりだとかまあ展示だけ置いてあったりといったようなところもねたまに目につきましたもんね。まあ結構 あの担当秘書暇そうにスマホいじってるみたいな、ね、<laughs> いた光景も中にはあったりしましたよね。ええうん、で実際にですねこのあの韓国パビリオンの話に戻しますと、このエリアを歩いた日本のスタートアップ関係者に話聞くと、まあ極セコンだったというのが率直な印象みたいな話はしていました。でまたですねこのスタートアップ政策に取り組むある日本の自治体関係者にも今回話聞いたんですけれども、こういう CS のようなこの世界的な注目を集めるイベントでこう バーンとこうとにかく目立つみたいなところっていうのがまあ韓国のある意味手法なんだというところでまあそれだけねプロモーション戦略であるとか予算の付け方みたいなところを思い切ったことができるっていうのはまあ日本の自治体だと、なかなか難しいところも予算も限られてあるんだと思うのでまあそこはもちろん見習うべきところっていうのはあるんですけれどもまあやはりあの先ほど武田さんもおっしゃったように数が多ければいいということではなくて。 まあやっぱり日本としてはこの確かな技術を地道にしっかりとアピールしていくということのがまが大事なのではないかというようなお話ししてました、はいまあ、この一歩を翻って日本ですけれども、まあ、日本はですねこの スタートアップ独自に自分たちで出展している企業もありますけれどもこのいわゆる日本のスタートアップが集まっているエリアジャパンパビリオンというのがあるんですけれどもこれはあの日本のジェトロが出展を支援しているんですねこのジャパンパビリオン今年は30社集まりました30しかないんじゃないかって聞こえるかもしれないんですけれども実はここの30に至るにあたってはかなりセレクションをして選んだ30社だったということでそのうちですね6社が この CS のイノベーションアワードを受賞してまして最高位のベスト・オブ・イノベーションアワード、うん、これも30社のうち2社が受賞してるんですよね、うん、このイノベーションアワードっていうのはね結構、まあ、大事な賞ですよねそうですね CS の主催団体が、えー、これ表彰してるものなんですけれどもうん、うん、やはりですねこの革新的だったりだとか先進的だったりうん、うん、そういった技術やサービス製品ですねを表彰してるもので、まあ、ホームページ等でも見られるんですけれどもこの、えー イノベーションアワードを取った企業をですねチェックしていくと、まあ結構大体面白いものに出会えるかなというのが我々取材でもね役立ってます,ね,すね。一つのまあ基準にはなる証、はい、ですよね。そしてですね、まあこのベストオブイノベーションアワードを受賞したこの日本のスタートアップなんですけれども、はい、まあこれも実は我々取材してまして、はい、携帯オーブンなんですよね、田口さんね、うん。面白かったですね。携帯オーブンってどういうのがあってますか。まあ、あのつまり電力使わずに、もうカバン型のあの本当にイケずるカバンなんですけれども。うん オーブンのような形で使えるということで、あのレトロ食器、レトロト食品をこう、ええ、あのその場で温められる。れるこれ災害とかでも役立つ。そうですよね。災害は、ね、もちろん、まあアウトドア需要なんかも、うん、あの非常に見込んでいて、うん、面白かったですね。実際見させてもらったけれども。そうです。まだそこまで話題、はい、日本で知られていないかもしれないんですけれども、うん、まあ CS の場でこう取材した。 この携帯オブも含めてですねテレ東ビ美術でオリジナル動画出してますので、うん、概要欄のリンクからちょっとと見ていいいたただきたいと思います、はい、あの日本のスタートアップブースは総じて言うと、まあ、数よりも質で勝負した、うんまあ、こういった印象ですけれども JETRO、まあの関係者の方もお話ししてましたけれども日本のものづくり系の強みを生かした出店が今年は、まあうん、多かったしそこに力を入れたということでですね、まあ 出店数は限られていたけれども、まあ、このジャパンパビリオンもかななり盛況ででしたよよねねそうんす今回の、ね、CS やっぱり AI が一つのメイントピックということで、はい、ソフトウェア系のサービス技術っていうのがもちろんあの、うん、多くあったんですけれどもその中でもやはりものづくりあの,のところ実際の,このものがあるものづくりのクラフトマンシップみたいなところ、うんはい、そこの日本の良さが出たあのジャパンパビリオンになって すすごくあの取材してていも面白かったですよね、うんまあ、こうしたです、ね、スタートアップ、本当にこれから来るぞというものをです、ね、取材したものをテレ東ビズでまとめてます世界のユニークなスタートアップ韓国だけではなくもちろん日本だけでもなく他にもです、ね、アメリカ、カナダイギリス中国もありましたよね、うんはい、こういった企業のスタートアップ特集していますのでぜひテレ東ビズでオリジナルコンテンツご覧いただければと思います。